マーチンの、D4 にピーター・フランプトンのシグネチャーモデルを、ご紹介いたします。こちらのギターなんですけど、製作が2006年、になります。リミテッドの、シグネチャーなんですけれども、生産本数は、全部で76本、今こちらにある個体は、76本中の、8番という、かなり、若い番号の、シリアルを持った、ギターです。まあ、ピーター・フランプトンといえばちょっと難病で、病気の発表が、あったと思うんですけれども、ちょっと年内で、ライブ活動というか、引退を、するということで、今回のクロスロードギターフェスとかにも、出演しておりましたけれども、ちょっとファンにとっては残念な、お知らせかと思うんですけれども、完璧にギターが、弾けないと、この先々こう弾ける可能性というかですね、体のその調子を考えるとないというところで引退を決意したと、ことで年内いっぱい、ファンの方には非常に衝撃が走ったんじゃないかなと、思われます。たまたま、この D4 にピーター・フランプトンというシグネチャー、しかもデッドストックで、お店の方にあるんですけれども、ファンの方は、この話をよくご存知かと思うんですけど、もともとピーター・フランプトンというのは D45、それを使ってたんですけども、ツアー中に盗難にあって亡くなってしまって、それっきり、そのギター心の中にこう思いがあったまま、過ぎていったところに、マーチン社の方からのオファーがあって、一回シグネチャーを作らないかというところで、完成した発表されたモデルがこのリミテッドエディションの、D42 ピーター・フランプトン。仕様は45じゃなくて、こっちは42なんですね。表の方だけアバロンの、インレイと入っております。バックの方は42なので、入っておりませんけども、綺麗な、インディアンローズウッドを、使っております。表の方は、アデロンダックスプルース、そして、キャメルの、インレイここに入ってるんですけれども、ここで、ヘッドのインレイのキャメルと、こちらの方がちょっと相まってというかですね、リンクしておりまして、この、ブリッジピンと、サドル、これが、ラクダの骨、キャメルボーンで、作られているというのがちょっとこの、ギターの面白いところじゃないかなと思います。デッドストックということも、あるんですが、2006年、もう今から13年前というところで、もちろんデッドストックの人手には当たっておらず、大事に保管されていた状態で、今ここにあります。その間にこなれてきたというかですね、エイジングされておりまして、今弾いてもかなり良い感じで音がもうオープンな感じでこう広がってきてると、弾いててなんか全くな新品っていう感じで、ちょっとこう弾いた、感じが出ておりましてですね、誠に綺麗なすごいバランスのいい音が、出ております。バック材もかなり、目の詰まったタイトグレインのインディアンローズウッドを使っておりますし、表のアデロンダック、のスプルスもこれかなり目の詰んでる、良質な材料を、しております。アデロンダック特有のかなりこれパンチのあるというか、粘りとパンチのあるヴィンテージマーチン、ヴィンテージライクな音というのが非常に、再現されているのではないかなと思います。インディアンローズウッドだからハカランドだからとかいうのではなく、これだけのですね、材料、料材使っていて、かなり音はタイトなはずなんですけれども、それが表のこのちょっとアデロンダックの深みですね、音の太さと深み、いいバランスで、組み込まれていると思います。ピーター・フランプトンの、ね、ファンの方でなくてもですね、十分、楽器として、素晴らしい、楽器かと思います。ネックノーのシェイプもですね、そんなに
厚みがあるというよりはちょっと幅は あるんですけど、比較的、シェイプに関しては薄めのシェイプになっております。握りやすさというかですね、フィンガーで引いたり、するのも非常に楽な、仕様になっております。まあ、ぜひ、ファンの方のみならず、マーチンファンの方ぜひチェックしていただきたい一本なので、ご来店いただいて手に取ってこのキャベル、D40 ピーターフランプと、確かめていただければと思います。